ドリゴはドロドリゴ、自分はバロンドール候補に値した。ロドリゴ、バロンドールの候補に自分が含まれていなかったと知ってがっかりした。自分はそれに値したと思う。選ばれた選手たちをけなすつもりはないが、30人の中に僕の居場所はあったと思う。驚いたよ。でも、自分にできることはない。決めるのは僕じゃないんだ。レアル・マドリード、ブラジル代表でプレイしたロドリゴの昨シーズン主要スタッツ。リーガ、34試合出場10ゴール5アシスト、CL13 試合出場5ゴール3アシスト、ブラジル代表7試合1ゴール。ロドリゴって候補の当落線上の選手だよな。いてもいなくてもおかしくはない。ロドリゴは境界線にいるイメージやからわからなくもない。ロドリゴって BBC の時のベンゼマ的な感じするからいつか取れるんじゃねって思ってる。申し訳ないけど、突き抜けた実績がない。やっぱバロンドール選手といえば替えのきかない選手なわけなんだけど、ロドリゴにはそのイメージが弱いから漏れたのかもね。うん、ロドリゴはシュートがね、上手いんだけど、決定機を決めきれない場面が多くて、バロンドール候補に入れていなくてもそんなに不思議とは思えない。ロドリゴってマドリーにいるからトロフィーは取りまくってるけど、個人で何かしたかって言われたら思い浮かばないのが落選の理由かね。選ばれなかったの絶対便利や扱いのせいって思ってるよな。